を持っていまして、私たちは2026年のオリンピックを目指しつつ、カリングの強化に努めています。はい、チームの活動としては、強化はもちろんなんですけれども、カリングを広める普及活動や、あと今日のようなチームとの関わりというところも深く持っているチームです。はい、メンバーは6人いるんですけれども、今日は4名で参加させていただきました。普段は氷の上でカーリングをしているんですけれども、今日は披露宴カーリングに皆さん挑戦してもらいました。はい、皆さんカーリングしたことある人いますか？はい、ありがとうございます。テレビとかで見られる方もいると思うんですけれども、コミュニケーションはもちろんのこと、結構体力も必要ですし、メンタル面、チームワーク、とても大切なスポーツです。皆さんぜひ機会があったら、ドーギーカーリングスタジアムにやりに来てください。はい、暑い夏、涼しく過ごせますので、頑張ってください。私の個人的な自己紹介に移ります。はい、私は中学1年生からカーリングを始めまして、約33年間カーリング歴あります。はい、ありがとうございます。その中で、オリンピックに3度出場させていただいて、今はチームの中で最年長で活動しています。で、普段は2人の子供がいながら、家庭と両立をしながらカーリングに関わっています。はい、で、今日はそれぞれメンバーから自己紹介とチームの活動についてちょっとお話しさせていただきたいと思いますので、はい、マイク使わせていただきます。はい、経験を積んで、日本選手権に行って優勝して、次のオリンピックに出
できるよう私たちそれを目指しておりますので、これからも応援よろしくお願いいたします。私から以上になります。Thank you.